たしました。それでは式典を始めさせていただきます。コロナ禍で不自由な生活が続いておりますけれども、本日成人式を迎えられた皆さん、誠におめでとうございます。ただいまから、令和4年唐津市新生予備校会場成人式を、開式いたします。新成人として自覚を持った行動をしたいと思います。一人で暮らすことで家族や友人のありがたみを感じています。これからは新成人として頑張っていきます。この中で一番幸せになります。以上です。今まで育ててくれた人たちに感謝しています。これからは、みんなより幸せになりたいと思います。ありがとうございます。自分が一番幸せになるのでよろしくお願いします。今も幸せに暮らしています。このまま、自分らしく生活していくので、皆さん仲良くしてください。たくさんの人たちの支えがあって、この場を迎えられたことを嬉しく思っています。新成人として責任感を持って幸せになります。これからも頑張っていきます。よろしくお願いします。新成人として責任を持った行動ができるように頑張ります。そして皆さん、長く健康で楽しい人生を送ってください。4月から社会人なので頑張っていきたいと思います。あと2年大学頑張って、今生きていることに感謝して精一杯生きていきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。楽しく生きていけたらいいなと思います。新成人としての責任を持ち、しっかりと努力したいと思います。一番お金持ちになります。現在佐賀県で警察官をやってます。自分の幸せよりも他人の幸せを願えるような人になりたいです。こうやって大学に通われているのも、親や家族、支えてくれている人がいるからだと思うので、卒業後は恩返しできるようにやっていきたいと思います。成人になったということで、これまでよりも自覚と責任を持ち、これまでお世話になった方々に自分なりの形で感謝の気持ちを伝えれるよう頑張っていきたいと思います。今までお世話になってきた方に恩返しができるように頑張ります。今は福岡で大学に通っています。2年後しっかりと自立した社会人になれるように頑張りたいと思います。残りの学校生活も頑張ります。今年から社会人になるので頑張ります。4月からは社会人として頑張ります。今こうやって成人式を迎えているのは、周りの方々や温かい家族がの存在があったからだと思います。これからは社会人として日々後悔がないように生活できたらと思います。今は唐津、家族と一緒に過ごしているので、唐津、親に、少しでも返していけたらなと思います。皆さん頑張って生きていきましょう。新成人として責任を持って行動できるように頑張っていきます。皆さんも頑張ってください。今看護師になるために専門学校に通っているので、しっかり資格を取って唐津に人助けという形で貢献したいと思います。今は、2年後の理学療法士の国家試験に向けて勉強頑張ってます。唐津の役に立てるように頑張ります。来年から社会人で働いてますが、相当2人暮らしで介護士らが働いてます。今はみんながお世話になっていると思うセブンイレブンのカット野菜を扱っている会社に勤めています。社会人になったの、高校を卒業してからそのまま継続してしているので、皆さん購入とかをよろしくお願いします。今まで支えてくれた周りの人たちに感謝の気持ちを忘れずに、これからも頑張ります。今まで育ててくれた親や親戚などに感謝を忘れず、これからも国家試験に向けて日々勉強に励みます。今福岡で好きな車に乗って楽しく遊んでます。でこれからも楽しく生きていけます。今は看護学校に通いながら病院で働いています。今年准看護師試験があるので、それに合格して今年は
新しい気持ちで頑張っていきたいと思います。まずは20年間育ててくれた両親ありがとうございます。私はまだ学生ですが、卒業したら欲しい車も時計もプレゼントできる人に必ずなるので、あと2年間よろしくお願いします。今は地元の金融機関に就職しています。社会人3年目になるので、社会人らしく周りに気が配れるようなに生活していきます。今まで支えてくれた人たちに恩を返していけるように頑張ります。感謝の気持ちを忘れずに、これからも成長していきたいと思います。今は理学療法士の専門学校に通っています。あと1年で卒業なんで、就職したら患者さんに、寄り添って患者さんの気持ち第一で動けるような人になりたいです。これから社会人として資格を持って仕事に頑張っていきたいと思います。新成人として資格ある行動をして、これからの人生を歩んでいきたいなというふうに思っております。現在は専門学校に通っており、あと1年通うことになっているので、親の支えに頼ることになりますが、卒業後はこの支えてもらった分を親に返せるような人になりたいです。20年間ここまで育ててくれた親に感謝したいと思います。ありがとうございます。今まで迷惝をかけた分、親孝行していきたいと思います。お世話になった方々や親に恩返しできるように頑張っていきます。周りへの感謝の気持ちを忘れず頑張ります。今まで家族やたくさんの方々に支えられてきたので、これからは恩返しができるように頑張りたいです。社会人になった今でも親に迷惑をかけっぱなしなので、これからはお世話になった方々に恩返しができるようにしたいです。以上です。今まで支えてくれた人たちに感謝をして、これからは恩返しをしていきたいと思います。今までお世話になった人たちへの感謝を忘れず、これからも頑張っていきたいと思います。今日こうやって、成人を迎えさせてもらったんですけど、本当の意味での成人という言葉に見合った大人になれるように、1年を通して頑張っていきたいと思います。今まで支えてくれた人たちに感謝しながら、これからも頑張りたいと思います。社会人になった今、これからも頑張れるように頑張ります。立派な看護師になって、両親や今まで支えてくださった方に恩返しができるように頑張ります。栄養士の資格を生かした仕事に就こうと思っています。社会の中で痛みを抱える人とか、なんか苦しんでる人とか、そういう存在のことを気にかけて考え続ける大人になりたいと思います。新成人としてこれから頑張っていきたいと思います。この20年間たくさんの方に支えてもらったのを深く感謝し、今度は支えていける立場になれるよう頑張ります。今年から就職活動が始まるので、いい企業に入社して親と一緒に温泉旅行に行きたいと思っています。救急救命士になるため福岡の専門学校に通っています。今年採用試験になるので、しっかり就職して貢献できる地域の方々に貢献できるように頑張ります。まだあと2年間大学生活があるので、2年間だけはあと少しだけ甘えさせてもらって、しっかり仕事につけて安定できるようになったら、ちゃんと恩返しできるようになりたいです。今までたくさんの人にお世話になったので、これから恩返しができるように頑張っていきたいと思います。今日迎えられたのは家族や周りの人たちのおかげなので、恩返しができるように頑張りたいです。来年から看護学生として日々勉強に励みたいと思います。親はじめ周囲の人に感謝しつつ、夢を叶えるために頑張っていきたいです。小さい頃から夢だった動物看護師のお仕事を春からできるようになったので、しっかり頑張りたいと思います。今まで助けられた分、今度は恩返しできるように頑張りたいと思います。今まで育ててくれた親に感謝しながら、少しずつ親孝行していきたいと思います。ちょっと今日遅く来ちゃってね、最後ということでちょっと締めようと思ったんですけど、面白いこと何も思い浮かばなくて、ちょっとすいません、なんで終わります。以上、本日の新成人出席者は68名です。終わりに、よりこう
市民センター長中道順郎が正式の言葉を申し上げます。これをもちまして令和4年唐津成人式鎮西横会場を閉式いたします。